かる我が身は高てこて思えば無念残念やな年月。東京都無形文化財八王子車人形。江戸時代の終わりから明治にかけて八王子近在に住む人々にとって祭りや縁日で演じられる車人形は大きな楽しみだった。この車人形がどうして生まれ、なぜ八王子で伝えられたのだろう。説教節に合わせて車のついた箱に腰掛け、一体の人形を一人の人形師が使いこなす車人形は、江戸時代の終わりに文楽の人形師西川古柳が考案したと言われている。君たちは文楽っていうの知ってるかい。室町時代の民衆の音楽浄瑠璃に合わせて人形を使った人形浄瑠璃が始まりなんだ。その後謡が義太夫になり、江戸時代淡路島から出た人形師上村文楽圏から文楽と言われるようになった。文楽は3人で1体の人形を使い、いかにも生きているように動かす日本の伝統的な芸能なんだね。八王子市の西の外れ御方、ここに車人形を今に伝える四代目の西川古柳さんがいる。本来三人で使う文楽人形をどうやって一人で使うのか、箱車はどうなっているのか、一つ西川さんに聞いてみよう。足は使い手のこの足の親指挟む。と左手はその人形の左手の道具を持ってる親指でこの左手を上下いたします。それで曲げる場合は右手でこの紐を引きますね、はい、まあこれでまあ頭を使い、人形の左手右手それからこの足を使いながらこの一人でやる。あの車人形のこの車というのはこれなんです。前が2個で後ろが1個。どうして後ろがこの1個と言いますと、ちょっと楕円形になっているもので回転する場合スムースに回れるようにこういう行動になっております。まあ、これに腰をかけましてね、で腰にこれに弱くんです。で左右に前後左右にここに動きますね。回転する場合も軽くスムースに回転ができます。